アウハーゲンは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州、シャウムブルック軍ザムトゲマインでザクセンハーゲンに属す、町村である。この町は、アウハーゲン地区とデューディングハウゼン地区からなる。このザクセンハーゲン・アウエ川沿いに位置する村落は、13世紀の入植時代に、ザクセンハーゲン城に付属して建設された。アウハーゲンは、かつてのデュルバルトの中にあり、 ザクセンラウエンブルク公の領主権のもとに建設された。現在に至るまで、支配的な農業構造基盤は、後に西に隣接する、思工業集落アウフデムレーデンにまで達した。アウハーゲンは、その後、シャウムブルク白領となり、現在は、ザムトゲマインでザクセンハーゲンに属す。アウハーゲンは、現在も中世に多く成立した。 ハーゲンフーフェンジートルングーの典型的なモデル村落である。フォアデン・東連通りはアウエと平行に走っている。通りとアウエの間に古い農家の列が並び、背後に停鉄型の柵に囲まれた庭があり、アウエから水が引かれていた。通りの向かい側に農場の工作地が位置する。農民には特権が与えられ、自由市民として扱われた。 1647年のシャウムブルク、白領分割以後のアウハーゲンの歴史は、ザクセンハーゲンと緊密に結びついている。1619年10月24日の火災によってザクセンハーゲンは壊滅したが、アウハーゲンは被害を受けなかった。30年戦争でアウハーゲンは、プロテスタントの礼拝堂を失い、ベルクキルヒエムの司祭区に統合された。 1990年からは、アウハーゲンは、ザクセンハーゲンのプロテスタント教会組織に属す。1750年頃からアウハーゲンでは、村の家族祭であるプフィングストビーヤが開催されている。アウハーゲンと、ハーゲンブルクとの間の修道の交差点は、現在も、ドライレンダーエッグと呼ばれている。これは、かつて、ヘッセンカッセル港に従う、シャウムブルク薄領。 シャウムブルクリッペ高領を呼び、ハノーファー王国の三国の国境であったことを意味している。この交差点の南東で、ザクセンヘイガー・アウエ側と、ローデンベルガー・アウエ側が合流し、ベスト・アウエ側となる。この小さな町の特色は、デューディング・ホイザー・ベルクの南斜面に、現在も残る坑道に示されている。ここでは1960年代まで石炭が、 採掘されており、リューダースフェルト行道まで資材用作動、運搬されていた。リューディングハウゼンの旧行道は現在では崩壊している。また、急変電所も火災によりひどく損傷した。この火災は、放火によると警察は考えている。冷却塔は、自然風化により完全に損壊した。コウノトリが巣をかけ、森が伸び、農業を主とする環境にある。 こののどかな田舎町は、霊殿地区に新たに、新興住宅地が造成され、隣接するザクセンハーゲンと、見かけ上一体化しつつある。1894年から、アウハーゲン男性合唱団が活動を始めた。消防団は1932年に創設され、2007年には、設立75周年を祝った。1935年から1949年までは、 アウハーゲン、リューディングハウゼン、ザクセンハーゲンで消防団連盟が組織されていた。1998年に青年消防団が設立されるまではザクセンハーゲンの青年消防団に参加していた。アウハーゲンの町議会は11議席からなる。この町の町長はクルトブルーメである。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。